初めまして、新一です。安倍総理を銃撃した山上徹也容疑者がやっていたツイッターがバレてしまったというか見つかったらしいので、ちょっと見ていこうかと思います。名前が英文字で、サイレントヒル333という名前らしいです。アイコンは、ね、ないですね。初期のやつですかね。じゃあ見ていこうかと思います。6月30日が最後のツイートで、ウクライナの戦争のことをリツイートしてる。引用リツイートしてますね。なるほど。でも直前までやってたみたいですね。襲撃の直前まで。6月30日が最後。次のツイート、29日。自民党批判ですね。なぜこれを書かないのか。統一関係のことをちょっと書いてますね、やっぱり。それを遡って。なるほど。ちょっとネガティブなツイートが多いような気がします。リツイートというか。社会の問題点というか。まあ、意識ははっきりしてたんじゃないですかね。統合失調症とかじゃないかもしれないですね。だからまあ、やっぱりネガティブツイートは多いですね、リツイートが。なるほど。やっぱこういうことばっか考えてたんですね、彼は。安倍総理が死ぬ、銃撃される直前に山上容疑者が知人かなんかに送ってた手紙を見たんですけれど、ちょっと話題になってたんで、それの文章も結構理路整然としてて、ちょっと結構僕個人的にはなんか読み応えがある文章だなと思いましたね。結構面白い文章かなと思いました。何回か読み直したくなるような。まあ、いいか悪いかは置いといてですね。すごい残念ですよね、個人的には。これもネガティブですね。路傍の石ころみたいだ、みたいな。自衛隊関連のツイートですね、これ。京アニのリツイートもしてます、京アニ放火の。なんかまあ、シンパシーみたいなのがあったんですかね。わからなくもないですけど。テロ関連のリツイートです。と、コロナのワクチンを打ったみたいなのがありますね。6月23日。結構ツイッターだったんですね。酒に関するツイートです。これもなんかテロリスト関連。まあいい。基本この記事は良さげな記事でしたけど。ポジティブな記事ですね。経済とか消費税のするツイート。ああ、自民党が嫌いなっていうか、そんな感じのツイートですね。高市早苗。AI。やっぱ大企業に対する恨みみたいな、ガーファ関連のツイート。煽り運転ですね。犯罪に関するツイート。コロナに関する、まあ、ネガティブなものばっかりではないんですけど、結構犯罪人である童貞が、描かれてる感じがして結構面白くはあると思います。
病院に関するツイート。うん、確かに物寂しいですね。ちょっと追ってったら非常に寂しい感じがします。物悲しいというか。ナチとかプーチンとかウクライナ関係ですね。自衛隊関連のもされているとツイートを。まあ相当政治に関心があることが伺えますけど、できれば忘れてほしかったですね、こういうのは。やっぱり、その個人で何とかできないんでね、やっぱり、その安倍首相が死んじゃったので、忘れて生きていった方がどうにもならないので、よかったんじゃないですかね、山上徹也容疑者は。これはその死を映画界の性加害についてのツイートです。で、安倍批判的な統一教会、ロシア関連ですね。これもウクライナ関連。社会に関するツイート、不満ですね。不満のツイート。選挙に関するツイート。労働者、低賃金労働者的なものに関するツイート。コロナ批判に関もありますね。ワクチン問題とか、そういうのが。家庭の事情とかもあるんだろうしょうけど、多分ずっとこういう、批判とか、ちょっとネガティブめなツイートが多いようです。でも、いいには結構もらってますね。46とか、11リツイートとか。ストッパーが飛んだっていう言葉も並んでますね。じゃあこんなところで終わりましょうかね。見ていただきありがとうございました。まあ、淡々と社会問題とネガティブな批判、文句みたいなのが多いようです。ありがとうございました。1年間分くらい振り返っています。